割とビジュアルで選んでもいい時代かもですね。いいかもね。ほとんどみんな機能すごいから。それポイントかもしれないですね。見た目で選んでもいいそうです。すごい。撮影中に編集するのやめてます。勝手にね。ラライビチャンネル始まりました。イエス。それでは早速いきましょう。はい、総鉄線、小田急線、そして相模線3線乗り入れてる大型商業施設ララボート海老名からお届けしていきたいと思います。実はなんとこちらララボート海老名店、はい、7周年おめでとうございます。おめでとうございます。オープンから来てますから、もうそんな簡単だと。そうだよね、うん、初めの時はこの海老名の街にうわーこういうの来たんだっていう感じだったんですけど、もう今じゃすっかりもう街の一部というか。本当ですよね。そんな7年間ずっとララポートと共に過ごしてきたお店を今回はご紹介していくということで、さあまずは野島、家電ですか。家電ですよ。初めてじゃないですか。家電初めてですね、うん、もうね全然家借りてないんで、まだ揃えたい。楽しみじゃないですか、はい、じゃあ早速行きましょう。行ってきます。今日は野島電機さんにやってまいりました。広いですよ。すごい気になってくることばっかりですもんね。欲しいものがたくさんあるんです。そうですね。まずはお話を伺いたいと思います。の菅原さんにお話を伺いたいと思います。どうぞ。よろしくお願いします。お願いします。それではまず野島電機とはみたいなところから教えていただければありがたいです。神奈川県から家電量販店として普段家電を紹介させていただいてます。メーカーの販売員の方がいないので、全員が野島のスタッフで、まあ、いろんなメーカーを紹介しますよというところで頑張らせていただいてます。すごくたくさんのスポーツみたいなのをこうサポートをしてないですか。あ、そうですね、野球だと横浜ベイスターズとか、あとはサッカーだと女子サッカーのステーラですね。そうですね、あとは最近は卓球の T リーグっていうのをちょっと開かせていただいてて、うんうん、なるほど、はい、あとアメフト。アメフト実は僕アメフトやったんですよ、アメリカで。そうなんですか。そうなんですよ、アメフトの選手だったんですよ。はい、話長くなんでここでカットしてきますはい、そんな野島のですね、店内もっといろんな商品があると思います。一つ一つご紹介していただいてよろしいでしょうか。はい、ではよろしくお願いします。レッツゴー。さあ季節家電コーナーに、いやーね、気になってたこの時期、本当にこの時期気になる、はい、もうこのご時世ですからちょっと気になるのがトントン並んでますけど、空気清浄機を、はい、ね、たくさんあるんですけど、なんかポイントみたいなのあるんですかね。こんな感じでね、選んでもらったらいいんじゃないですか。わかんないですから。まずお客様のご自宅の、うん、まあ、サイズ、乗数ですとかに合ったものを選んでいただくっていうのと、あとはどこまでのこう効果を得られるものにするかっていうところ、お客様がどこにお悩みを持っているかっていうところを見てメーカーを一緒にお選びいただければと思うんですけど。なるほど。なんかいろいろあるじゃないですか。なんかウイルスをキャッチするぞとか、プラズマなんかクラスターみたいな、いいの出すよとかね、ナノイーとかプラズマクラスターとかだと、うん、あの花粉ですとか、うん、匂いの分解とかがちょっと特化されているものになるので、うん、あのそういった、まあ、ペットを飼われてる方とかもそうですし、まあ、空気をきれいにしつつ、まあ、除菌と脱臭とかもちょっとできたらいいなっていう方。匂いもいくんですね。そうです。あとは、まあ、他のメーカーでいくとナノイーが入っているパナソニックさんとかだと、あの潤いが送ることができるので、冬場そう乾燥しやすい時とかでも、まあ、ちょっとお肌も乾燥しにくい。あ、ハウスダスト、うんうん、アレルギー結構多いんだよね。あ、そうですね、そういうのも一応分解してくれて綺麗な空気で出してくれますよ。これ本当に空気な、綺麗な空気なんですかね。そうですね。いやいや変な感じじゃないですよ。だからどんどんバーってくるけど。疑ってる。ね、疑ってるね。さっきお話しさせていただいたプラズマクラスターとかでイオンを分解して、うん、汚いものと綺麗なものと分けて綺麗なものを浮かがしてくれますよ。はあ。じゃあ本当に綺麗なものなんですよね。なんかちゃんと分解してくれてるんだ。
そうですね。野島的に推しみたいな。気になる。この辺とか。おお。あ、ライキン。ライキン。私ライキンラバーなんです。出た、ライキンラバー。ライキンラバー。また私に。結構古いですけど、あの空気清浄機もエアコンもライキン使ってめちゃめちゃいいじゃん。そうなんだ。そうなんですよ。空気清浄の会社になっているので、まあ、メインで空気をきれいにすることをやっているようなところなので、まあ、信頼を受ける方が多いと。なるほど。なるほど。私が買った時こんなすごいかっこいいビジュアルのものはまだなくて、うんうん、真っ白いストンっていう感じ、だからすごいいいですね。ストンって感じだったね。ストンって感じ、うん、もうこの表現がストンって感じかな。あストンって感じなんだ。いや笑うとこじゃない。俺成長期じゃねえよ。いや、いろいろある。おっこれ気になります。気になる。これな、これまずじゃあいいですか、これ何なんですか。まずこれはこう焼肉をしたりとか。はいはいはい、はい、ホットプレートみたいな。肉焼いて、肉乗っけて、ちょっと編集大変にしていい。肉焼いて、ここで今肉乗ってます。それでやってる。いつもこうやって答えてくれるんですよ。すみません。いやでもここの上でこうステーキとか肉とか焼けるとか。じゃあそうですね、焼けるんですか。でこう見ていただくとちょっとこう何ですか、前じゃないですけどまっすぐじゃなくて周り、はいはい、が沈んでると思うんですよ。そうですそうです、ね、そうなので油とかがこういう形ですけど外に落ちないようにちょっと集まる感じですね。集まってじゃあその油バーって例えば油バー出ちゃった場合ははキッチンペーパーとかで拭けばいいのか。そうですね、拭いながらこうひっくり返して拭いてみる。そうです、洗うことはしないです。あ、これは一応ここが外せるようになって。あ、かわいい。なにこれ、ここだけ外して洗える。洗えるんだ。いつも気になった、どっちの洗うのかな。レイディースは気になりますよね、うん、ね、気になる。おしゃれなママ友がチーズフォンデュやってます。ここでチーズフォンデュ、真ん中にチーズでこう、あ、拭けるように。なるほど、ここに置けるの。置けるんですよ、そういうね。で、ここで焼けるので、そのチーズフォンデュやと焼いてから、ちょっと焼いてからだもん。そうだね、じゃないですけど、ここでやりながら同時でできる。チーズフォンデュですよ。この形ってまだ種類あるんですか、他にも。これに同じような形はもうここからしか出てないんですけど、ただ下に油が落ちてちょっとヘルシーにお肉焼けるやつとか。おぉ、あります。あるのって油落ちるの。もうないよ ね。あ、ホットプレートなんかもやっぱこれめちゃくちゃ登場するんですよ、うちなんかは。自分が誘致できるお好み焼き言って もう切ったりするのは神さんなんですけど、これ焼くだけで、いいところはね、そうそう、焼くだけひっくり返したりしたら、お父さんすごいねって言ってくれる。そういうのは任せてっていうね。めちゃくちゃいい家族。本当に生かされております。すみません、ありがとうございます。あ、こういう感じで下が空いてるので、下の受け皿に油が落ちる。すごい、これやばになってます。これいいこれ人気ですね。え、なんかでもこういうの神奈川ポイントみたいなのも使えたりするんですよね。神奈川ペイもお使いいただけます。神奈川ペイ、はい、神奈川ペイのポイントと、まあ、商品によってですけど野島のポイントとララポートのポイントと。いや、もうすごい、トリプルポイント買います。いや、なんか必要だった本当に、ね、ありがとうございます。もうここら辺もうグッときてるんでちょっと、はい、まあそうだな。あ、コーヒーメーカー欲しいんですよね。コーヒーメーカーね、買うときにやっぱポイントみたいなものとかあるんですか。豆からこう買ってきて作るのか、 あとはもう粉になってるの、あ、そうですね、を、まあ、買ってきて作るのかによってできるものも変わってきますし、うん、あとはそうですね、保温をするのかどうかとか、どれぐらい容量が欲しいかとか。はぁ、自分で入れてるんですか。はいはい、そうです、自分で入れますけど。いやいや、俺より自慢してたのうちのプロデューサーじゃないですか。そうですね、俺は最近豆引いてるからってなんかすっげえ喜んで言ってたんですよ。引けばいいじゃんと思っただけなんですよ。引けばいいじゃん、うん、でもでもあのひげが結構似合うんですよ。まあまあちょっと引いてる姿は引いてる姿は似合うんですよ、ね、似合うんですけど、へえで終わっちゃいました。すみません。おすすめってありますか。
おすすめは、はい、あ、この辺とかスペース問わずでお使いいただけるかな。シンプルなんか調べてた時にめっちゃ出てきて気になってます。そうです、デザインとかもおしゃれ、可愛い、ね、使っている方が多くて、で機能的には先ほどお話しさせていただいた豆から電動ミルもついてますし、粉でも使える。両方いける。あ、そうですね、両方は嬉しい。結構そうすると高さが出がちなんですけど、うんうんうん、それも1台でこのスマートなのでやってくれるので、いや可愛いと思うんです、非常に、ね、はい、ビジュアルで選んでもいい時代かもですね。ほとんどみんな機能すごいから、それポイントかもしれないですね。見た目で選んでもいいかもしれない、もう機能がついてきてるからね。見た目で選んでもいいそうです。すごい、撮影中に編集するのやめてもらって勝手にね。生地の掃除みたいなこう自動の今こうあるじゃないですか、こうくるんくるんっていってロボット掃除機みたいなあるじゃないですか。はい、使ってます。使ってるの？使ってます。で、これあれって掃除してくれてまた戻ってみたいな、で全部出して戻ってきてみたいな、自分でやるんですよね。そうです、もうスイッチ一つでピッて、ほらほら、私これ使ってますエコバッグ、これ、まさにそのロボット掃除機って吸うだけってイメージだと思うんですけど、うんうん、水拭きも一緒にしてくれるの。水拭き、この子は。そう、さっきなんか水拭きするって言ったら一休さんって言った人がいたんですけどいわゆる雑巾掛けみたいな、みたいな、そういうことですよね。みんなに使ってますか？私もエコバッグ。3分の2？ すごい、やばい。何使ってますか？え、ダイソンでこうやってやってます。そうですよね、そうですよね、ダイソンでも、はい。え、でもこれ雑巾が洗ったりするのどうするの？絞ったりしないの？ペリって取れるの？ペリって取れる、そうです、ペリって取れるここで、はいはい、外して、お、ここについてます。へー、あ、それを外して洗ってつけるんだ。あ、そうですね、マジックテープなってるね。なってます。はぁ、ここがいっぱい入ってるんで10枚ぐらい。これに10枚ぐらい入ってんだ。洗ってる間には次これつけてすごい。あと一応スマートフォンでアプリ入れていただいて Wi-Fi 接続すると携帯から、うん、そうしておいてみたいな。あ、そうですね、すごいっすね。で、これのおかげで割とこう下に物置かなくなったりとか、なんかそういう心がけとかも。なるほど、細かいもの置くんじゃなくて、そうそうそう、逆にじゃあ置かないようにしようって意識。はい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 、家電は意識まで変える時代だ。そうですね、変えられます。じゃあまたこんにちは家電は意識まで変える時代になって、今日大変ですね。やんなきゃいいんだからね。ということで今日は菅原さんありがとうございました。いろいろ紹介いただいて、すごいやっぱのじ、ま、あのいろんな家電なんかあるんですけど、うん、丁寧だなって、ね、そうですね、思いますよね、うん、あのこの番組見たよみたいな特典なんてありますか？レジで奈良エビを見たと言っていただいたお客様、先着50名様なんですけど、野島のオリジナルラップをプレゼントさせていただければと思います。ありがとうございます。ということで奈良エビチャンネル野島からお届けしました。ぜひチャンネル登録お願いします。